こんにちは、ペガちゃんです。稲妻イレブンゴーストライカーズ2013やっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回エキシビションでやっていきましょう。はい、今回どちらともオリジナルチームでやっていきたいと思います。こちらがですね、ロングシュート、そして対戦相手がクロノストーム、これでやっていきたいと思います。はい、ということでフォーメーションこんな感じでやっていきたいと思います。今回なんですけれども、ロングシュート量産戦法なら時空最強イレブンにも余裕で勝てる説ということでございまして、まあ、稲妻イレブンってゴールキーパーの TP をかざしてしまえば得点し放題だと思うんですよね。ってことはよ、ロングシュートをねひたすら打っていけばゴールキーパーの TP がね簡単に枯れるはずなので、もう時空最強イレブンも余裕で倒せるんじゃないかと、いうことで、今回はロングシュートを打てる面々を集めてみました。ちょっとこれでね、ロングシュート打ちまくって時空最強の座奪い取りたいと思います。よろしくお願いします。はい、ホーリーロードスタジアムです。試合開始だ。試合開始だ。さあ、ということでやっていきましょう。よろしくお願いします。まあ、今回はね、ナイツオブクイーン、まあ、イギリス代表ナイツオブクイーンのユニフォームでやってます。やっぱりロングシュートって言ったらエドワーかなと思ったので、はい、エドガーのユニフォーム着させております。さあ、早速ミキストラスが来ます。坂本さん、坂本龍馬。まあね、近くで打つ必要はないんですよ、今回ロングシュート量産体制ということなんで。なので、で、この虎丸がね優秀なんですよ。ロングシュート2つ持ってるんですよね。なのでまず1個目のロングシュート、これいきます。はい、これね、ロングシュート技なんですよ、 RC シュート。オッケーオッケーオッケー。まあ、これでまず TP を枯らしていくということになったんでしょうか。そして次は、お、これはね、離れてれば離れてるほどシュートの威力が上がるというチート制度を持ったエドガー・バルティナス。ちょっとこれせっかくなんで、これぐらい離れたところから打ってみたいと思います。さあ、この超ロングシュートはレベル3を使わざるを得ない。このイナストの化身技って TP の消費が激しいので、これはかなり大きな TP 消費になったんじゃないでしょうか。ということで、まあ、ロングシュートこいつも打てるんですよ。鉄平、おっと、鉄平クリバツのトリプルブーストを、これ風情というものがいるが、こちらの方が先。さあ、トリプルブースト、これでゴールが決まればクリマツのゴールということになりますが、まあしっかりと弾いて、そしてさらにこれゴーエンジも溜まってるんですよ。いきます。あー、マジか。うわー、松風天馬何でもできますからね。シュート、ブロック、ドリブル、キーパーズは何でもできる天馬に今止められてしまいました。さあ、これちょっとね、ゴーエンジで打っていきたい。やっぱロングシュートの合体技といったらこの技を思い浮かべる方も多いんじゃないかと思うんですけれども、まあ、ロングシュートなんで別に近くで打たなくてもいいですからね。来いよ来いよ、いきます。グランドファイヤーイグニッション。さあ、グランドファイヤーイグニッション、焼き払って、まあ、一回 TP を枯らしてしまえばというところなので。おっと、これしっかりとカズマルが奪って、これね、エドガーはダメか。あー、クレイジーサンライト。さあ、クレイジーサンライト、まあ、結構時間との勝負だったりもします。さあ、これちょっと待って、ザナーク・アバロニックが来ますけれども、ディザスターブレイカー、これ良くないな。属性負けてます。これ良くないな。大丈夫か？甘くないよ、これ全然。何が甘いんだ？あー、よかった。甘かった。よかった、甘かった。さあ、エドガーのロングシュートがめちゃめちゃ強いとなれば、この津波のこの技も結構ね、元祖ロングシュート。津波
ブーストはい、これ元祖ロングシュート技です。お、TP ねえぞ。これで前半で TP が枯れました。これがロングシュートイレブンの強さ。ジャンヌで、さあこれ待ってくださいよ。あー、まさかの。はい、メロディーウェーブ。まあ、キリノに音楽のイメージあんまないんですけどね。さあ、これちょっとめっちゃ、キリノめっちゃ行きましたね、これ。さあ、ロングシュート。これでもう打てますよ。最後に1個打ちたかったんですが、これは次の激しいディフェンス。オッケーオッケー。これね、ロングシュート今回縛りなので、そう、ロングシュート以外の技は打てなくなってます、今回。あー、ラーフラム炎に焼かれるゴエンジ。これちょっと奪おうか。メロディーウェーブ止めますよ。よし、これで前半終了。0対0。まあまあ、でも TP を枯らすところまでいった。さあ後半ですよ皆さん。まあ、トリプルブーストも打ったので、そこら辺は交代していこうかな。まあ、ベータ、まあ、あとは佐久間、そしてフードも出していきます。エンドも出そっか。エンドキナコンとかでいいかな。これでいこう。さあ後半です、よろしくお願いします。あー、ご覧の通り TP これ切れてますね。汗マークが出てるということは TP が切れてるということです。さあこれは、ただ相手のシュートに消し技が来るとデザムがあのやられてしまうんですよね。これドリブル技、うわー、ねえか。迫真スクリュードライバー。おお、ゼロ距離キャッチです。これはしっかりと時間を稼いで、さあカウンターです、カウンターです。そろそろ点取りましょうか。いきます。イーグリッシュ、わあ、シュートロックだ。ラフラム、さあラフラム、そしてまだ見聞きなしていく。武器使えよ。先制点が決まった。これはあのナメプされた。ミキシ使えた今のは。うん、試合再開です。いや、これはね、もう、しんすけが甘えてますので、この歯茎を見せたらしんすけに、さらなる鉄槌を下します。この風丸一郎太が、お、逃げます、逃走します。風丸が逃げて、はい、風ミドル。おっと、おー、きなこ餅で止める。マジか。しんすけの穴はみんなでカバー。これちょっと待ってよ、これね、シュート技よくないですよ。さあ伝来宝刀、これシュートチェーンが入ります。さあデスドロップ、これ大丈夫か。ドリルスマッシャー頼む。甘い、甘いぞ。あ、これ甘くないって全然。ドリルスマッシャー、甘くねえじゃねえかよ。わかるやん、シュート来る前にこのシュート甘いかな甘くないかなって。さあキックオフで試合再開です。ということで、1対1です。ただしんすけの TP がないことに変わりはない。このエクスカリバーで、さあこのエドガーの聖剣で貫きます。お、ミッシュトランス龍剣徳、
強い、エドが。私のシュートは止められない。強くね、今ハーフウェイラインからのハーフウェイ、むしろこれ自陣カリバー、これむしろ自陣からのロングシュートでビキストラスの太鼓号が破っちゃった。強すぎる、さすがエドが。すごいだわ。そして不動、まあまあこれはこうなりますけども、さあバンジースラストでエンドがめっちゃやられましたけども、さあこれね、これマジこれはドリルスマッシャー頼むぞ。オッケー、うん、今のは甘かったな。さあ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 、これねミキストラスを削ることもない、つなぎ打つと。つなぎブースト、この超ロングシュートブロックも厳しいんじゃない。おお、大国が使ってくれた。オッケーオッケーオッケー、これ多分あと1回くらいじゃない。こっち待って、ベータ。さあこれはね、体育効果でも止めれないんじゃないかというあのシュートをいきます。くるくる回って、これは無理ですよ。これは一番の互角シュートです。ミキストランスも切れました。星に乗るんじゃねえ。さあキックオフで試合再開です。時空最強イレブンと言いながら全然ミキストランスがないですね今回。行くぜ。時空最強っぽさがあまり出ていない。行くぜ。さあこれ剣が来ますけれども、剣はもうこれは切れてるな。あっさりすぎる。あっさりすぎない今の。これね、ってことはもうこれとどめさすしかないですよ。エンド守るが、うわダブルブロックで。スクリュードライバー。これ津波。最強ブロック技も今あります。そしてこれね、エンド守る、守るくん、守るくん、ちょっとこれ守るくん逃げて、守るくんいやもう一回オッケー、ディープジャングルして、ちょっと守るくんで打ちたいのあるんや。これ集まれ集まれ集まれみんな、よし、無印の最後を締めくくったこのジェットストリーム、リドルギガントを粉砕したこのミドロングシュートで、まあ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 、これはね、ただもう一回打てます。さあエンドをトラマルゴエンジが本来の形でした。しかし当初はこの3人で打つ予定だったんです。さあベッドイン、今日のしんすけは何回飛んだ4対1、練習台にもならねえぜ。恐ろしいよこれは。さあキックオフで試合再開です。なんかもうただただ遠くからシュートを打つっていうアホみたいな戦法でやられてしまっている時空最強イレブン。これ
もうあのさ、TP 切れてるじゃん、ここぐらいから打っちゃってもいいんじゃない？ねえ、これぐらいから決めちゃおう。もうどうよ、あ、たまったわ。よし、一番決まるんかい。そして追い風が吹いてきたな。もう吹きまくってる。追い風が吹いてきたなじゃなくて、もう吹いとる。さあ追いつけるか。吹きすぎなくらい吹いとる。ちょっと待って、天魔がこれ最後に頑張ろうとしてるね。マジペガサスアークアームだ。ゴッドウィンだ。これ時空最強レブの意地だね。これこれはね、甘くないよ。甘いんかい。ウイルスマッシャー。うん、甘くないね。辛い。今のは辛いよ。みんなで取った一点だ。みんなで取った一点だ。ただこれシンスキー TP ないはずなんでいけないかな。もう時間ないかなこれ。ここ、あー、キックオフで試合終了です。5対2。まあでもなんかあの時空最強イレブンっぽさはあんまなかったよな。うん、時空最強イレブン倒せるか説じゃなくて、ロングシュートイレブン対シンスケの、あ、そんな動画でした。まだ